コメントを見つつですね。あ、聞こえてる。よかった。ありがとうございます。お、いっぱい見てくれてる。ありがとうございます。画面が固まってる？大丈夫かな？大丈夫そうですね。はい。ということでですね、始まりました。EP モーメントインターネット福引きサイン会。たくさんの方に集まっていただいておりますけれども、はい、早速今日の、インターネット福引き会を始める前にですね、早くも一つ目の告知をさせていただきたいと思います。はい、なんと今日初めてですね、インターネット福引きサイン会というものを開催するのですが、なのでちょっと今日すごくドキドキしているので、皆さん優しく温かく見守っていただければと、思います。そしてですね、お知らせなんですけれども、実はこの EP モーメントインターネット福引きサイン会のですね、第2回目が決定しました。始まる前に2回目決定しちゃったんですよ。はい、日付はですね、こちらです。6月の14日、日曜日、18時からです。はい、今回応募できなかった方もですね、ぜひぜひ、次の機会もあるので、参加してみてください。よろしくお願いします。詳しくはですね、後ほどまたお知らせしたいと思っております。ブログなどでも書きますので、見てください。ですね、今度はいろいろ、まずひとまず参加方法ですね。こちらです。今回と同じですね、SC ストアミニから CD をゲットして、ちっちゃいですね、ゲットしていただいてですね、今度は配信の途中、途中までですね、CD ご購入いただけるようになってますので、ぜひぜひ、ギリギリまでお待ちしております。よろしくお願いします。こちらもまた後ほど、お知らせしたいと思います。はい。景品もですね、今日とまた違ったところもあったりするので、またそちらの景品もお知らせしますね。皆さんのコメントも見たい、見たいな。さあ、今日はですね、たくさんの方に応募いただいておりますので、どんどんくじ引きをしていきたいと思います。そして今日のですね、景品でございますが、こちらです。全部で3つありましてですね、外れはない感じです。はい、ちょっと見づらそう、ちょっと近づこう、こんな感じ。はい、金賞がオガメンバー会員賞 &CD ジャケットにサイン、そして歌のプレゼント付きです。そしてですね、赤賞は CD ジャケット EP モーメントにのジャケットにサインをさせていただきます。そして、白賞は、オガメンバー会員賞にサインとなっております。はい。オガメンバー会員賞って何ですかっていうところですよね。
こちらです。こんな感じの会員証でですね、オガピオのイラストが書いてあります。ずっとね、作りたいなと思ってたんですけども、これを機に作ってみました。名前を書くところがあるので、こちらにご自身のお名前を書いていただいてっていう感じなんですけども、今日はあの白賞で当たった方にはですね、こちらの会員証にサインと、あと名前のところに、ご応募くださった方のニックネームを書かせていただきます。はい、なのでよろしくお願いします。 CD ジャケットはこちらですね。もう皆さんご存知の通りっていう感じでございます。はい、です。じゃあですね、早速やっていきたいと思います。よいしょ。それではお一人目の方からいきたいと思います。早速まずはニックネーム、いとっちさん、ありがとうございます。3個ゲットしていただいたということで、3回ガラガラさせていただきます。ではいきますよ、せーの、白、違う色、出て、あ、赤、ラスト、白。はい、3個、ちょっと見づらいけど、白、白、赤、出ました。いい配分。さあ、ということで、白が2枚なので、会員証と、ジャケットサインになります。では、書きます。だよね。いやー、練習。書いてる時間喋らないと、無音になっちゃいますね。皆さんコメント欄で盛り上がってください。すいません、少々お待ちくださいね。喋るの忘れますね。どうしようかな、サイン書くとこ。むず。よいしょ。すごい喋らなすぎてる、ごめんなさいね。コメントは盛り上がってますか？あ、インターネットサイン会初めての方多い。はい、書けました。まずは白章ですね。どっちさん、ありがとうございます。じゃじゃーん、ちょっと見づらいけど、サインとお名前入れさせていただきました。とジャケットはこんな感じ。ありがとうございます。よいしょ。さあ、たくさんいらっしゃいます。どんどん行きたいと思います。いとっちさん、ありがとうございました。はい。続いて、ニックネーム、トーマスさん、ありがとうございます。さあ、見づらい。ごめんなさいね。見づらいかな。はい。では、行きます。
ちょっと待ってくださいね。あ、これはどうしよう。はい、いきまーす。ああずれる。トーマスさん、白です。でも会員証です。書きます。いろんなところにちょっとサインを入れさせていただきます。はい、トーマスさん、ありがとうございます。イエイ。ちょっと見づらいけどちゃんと書いたので見てくださいね。よいしょ、見えてるかな。よいしょと。はい、次いきます。続いてニックネーム京介さん、ありがとうございます。いきます。1個なので頼むよ。あー、すごい、出たー、キー。あ、うすごい大きい、すごーい、めちゃくちゃ運ある、すごーい。ですね、金賞は会員賞と CD ジャケットサイン、そして私から歌のプレゼントということなので、京介さん、ご覧いただいてますか？見てるかな？コメントを書いてくださってますかね？コメント欄にですね、聞きたい歌を考えて書いてください。そちらのリクエストにお答えしたいと思います。ちょっとサイン書いてるので、よろしくお願いします。何をリクエストしてくれるか、ちょっとね、バタバタなのですいませんね。リクエスト書いてますか？あれ？いるかな？すごい、全然喋らなかった。すいません。コメント見逃しそうだな。ですね、今書き終わりました。京介さん、見てないかな。はい。ジャケットと会員証にサイン入れさせていただきました。どうもー。うふ。はい。はい。いないかな。じゃあ、たくさんまだまだいらっしゃいますので、一曲ちょっとこの配信中に京介さんが歌リクエストをくださることを待っております。はい、じゃあちょっとですね、一度置いておいて、次に行きたいと思います。忘れないようにね。はい、続いて七崎さん、4個ありがとうございます。では行きたいと思います。ありがとうございます。行きまーす。イエーイ。1、2、違う色、3、お願い。わー、おー、よかったー。白3つ、赤1つ、よかった、赤出て。
四つありがとうございます。じゃあですね、ジャケットと1、2、3、会員証3枚になります。すごい、よかった赤出て。私すごくくじ運がそんなに良くないので、ちょっとね、皆さんにいい感じにバランスよく当たってほしいと願いながら、よいしょ、今会員証に書かせていただいていますが、いらっしゃいましたかね、京介さん。まだかな。よし、キュッキュッって音がすごいする。皆さんコメント欄盛り上がってますか？定期的に聞くっていう。すごい、なんか不思議な感じですよね、配信で書いてるって。本当はね、直接お会いできたらいいんですけども、なかなか、まだね、お会いできる機会が作れないかもしれないから。よし、かけた。よいしょ。七崎さん、書きました。ジャケットはこちら。で、会員証が3つね。これと、あともう1個。全部で4個。ありがとうございまーす。置いて。おいしょ。はい、そっか、京介さん忘れないように出しておきます。はいはい、じゃあ行きまーす。あ、山崎さん、よいしょ、すごい私バタバタしてる、大丈夫かな。はい、次行きたいと思います。続いてはニックネーム星さん、ありがとうございます。早速行きたいと思います。こんな感じでずっとぐるぐる回してお届けしますが、いきますね。2個ですね、いきます。あ、出た、1個。あー、すごい、すごい、いい塩梅、白と赤1個ずつ、おめでとうございます。すごい、よかった。ジャケットと会員証ですね、いい感じですね、よかった本当に。あ、星さんコメント書いてくれた、ありがとうございます。書きます。いやー、もうすぐ5月も終わりますが、皆さん元気ですか？元気？あ、元気です。あ、元気。あ、みんな元気。よかった。よいしょ。まもなく書き終わります。はい。OK。星さん、お待たせしました。じゃん！こんな感じでーす。ありがとうございます。よいしょ、うわ、ちょっと待ってね。
乾くかな、すぐ乾いてると思う、乾いてて。はい、続いて、はい、私すごい遅い、大丈夫かな。続いてはみのりさん、ありがとうございます。さあちょっとね、いきたいと思います。何が出るかな、お願い、いい色出ますように。おお、赤ということでですね、ジャケットにサインを入れさせていただきます。さあ書きます。はい、よっ、あ、みのりさん書いてくれた、ありがとうございます。さあ書けました、こんな感じお届けします、ありがとうございます。はい、次、ジャケット意外と多いのかな、よいしょ、次に行きたいと思います。京介さん来ました。ちょっとね、ちょくちょく確認させていただきますよ。赤がね、赤は出ますね、すごく。続いて行きたいと思います。続いてはニックネーム E さん、ありがとうございます。じゃあ早速行きたいと思います。行くよ、また赤だ、赤です。なので CD にサインさせていただきます。赤が多い気がする。よし、できた。はい。お、少々お待ちくださいませ。画面が見えない。近くでこんばんは。よいしょ。はい、こちらです。Eさん、ありがとうございました。どんどん参ります。コメント、あ、出てきた、よし、ちょっとねコメントも近くで見つつ、はい、続いていきたいと思います。ありがとうございます。続いてはひさしさん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ行かせていただきます。よっ、はい、白、ありがとうございます。オガメンバー会員証をプレゼントいたします。書きます。このね、会員証なんですけど、お手製のですね、私のマナのマの字のスタンプを押してありますので、ちょっとレアな感じで、本来はね、ほんとご本人に名前を自分で書いていただいてっていう感じでね、カードをって思ったんですけど、私が名前を書くというね、会員証に。はい、こちら後ほどお届けしまーす。続いていきたいと思います。ありがとうございました。はい、続いてはファイズさん、ありがとうございます。いきたいと思います。ドキドキ、えい、お、赤、赤です。なので C
CD にジャケットサインしたいと思います。なんか意外とバランスよく出てくるな。へい、へいだってわ、い、ず、さん、よいしょ。よし、よいしょ、できた。はい、じゃじゃん、こんな感じ。はい、お届けしますね。ありがとうございます。よいしょ、続いていきます。よし、ロバさん、ロバさん、ありがとうございます。さあ、行きたいと思います。よし、で、次は赤、赤でーす。イエイ、ジャケットにサインしまーす。ありがとうございます。なんか赤出るな。よいしょ、書きます。よし、 OK、 OK です。書けました、イエイ。こんな感じです、お届けしまーす。はい、よいしょ、次いきます。なんか赤が意外といっぱい出てる気がする、白より。はい、次いきまーす。あ、続いてお名前言ってないや、ニックネーム大輔さん、ありがとうございます。さあ、いきまーす。よっ、よいしょ、あ、まただ、すごい、赤、赤多い。ジャケットサインです。いきます、書きます。よいしょ、よいしょ、よし、できたー。じゃじゃん、行きました、大輔さん、ありがとうございます。よいしょ、ほい、はい、じゃんじゃんじゃんと行きましょう。続いてのニックネームがキャナトリ、キャナトリコロールさん、ありがとうございます。では、回します。いきまーす。はい、出ました。白。なので、会員証をプレゼントいたしまーす。よいしょ。よし、完成。はい、じゃじゃーん、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。よし、次、続いては、よいしょ、
はい、いとっちさん、ありがとうございます。では回します。1回いきます。出ました。よいしょ。白、ありがとうございます。会員証を書かせていただきます。よいしょ。じゃーん、できたー。ありがとうございました。よし、はい、続いて続いてトーマスさん。もうこれ2回ずつ来たるわけじゃないね。はい、トーマスさん、ありがとうございます。いきまーす。1回いきます。赤、ありがとうございます。ジャケットサインします。さいね、名前が違う。2回ご応募くださいましたかね。少々お待ちください。名前が違う気がする。名前がね、ニックネームと違う気がするな、これ。少々お待ち。音が違うかな。すいませんね、一人でバツついておりまして。待ちを、フリーズしてるみたいになってる。ちょっと待ってね。ちょっとご確認しているところでおりますので、少し飛ばさせていただいて、ちょっと待ってね。続いてコメントもくださってるから、つくもさんかな。99つくもさん行きたいと思います。二つですね。ありがとうございます。では、行きまーす。よっ。はい。
こんなこともあるようです。赤が2、赤が2だってすごい。なのでジャケットにサインさせていただきます。すごい、赤が2か、すごいな。はい、よし、黙々と書いてて喋るの忘れちゃってますね、私。こんな感じでいいのかな。よし、よいしょ、ジャケットにサインさせていただきました。ありがとうございます。すごい、サインが2つ。よいしょ、よし。あー、つくもさん金が欲しかった、すみません、赤しか出なくて。さあ次に行きたいと思います。続いてはニックネームしんちゃんさん、ありがとうございます。しんちゃんさん、いきますよ。よいしょ、えい、しろー、ありがとうございます。なので会員証です。書きます。よいしょ。暑、なんか暑いですよね最近。もう夏だ夏になりそう。夏、もう暦だと夏なんですか。なんかね、季節を感じる瞬間が少ないままここまで来ちゃいましたもんね。もう知らぬ間に、もう気づいたら梅雨入りとかしそうですもんね。早いな。ほい、しんちゃんありがとうございます。会員証プレゼントします。よいしょ、続いて行きたいと思います。続いてはですね、ニックネームひろとさん、ありがとうございます。よいしょ、それでは行きたいと思います。よっ、えいっ、いや取れない。しろー、会員証プレゼントです。会員証が意外とレアだったりしそう。初めての会員証1号。よっ、 OK。 あ、会員証欲しかった、ありがとうございます。よかった、白会員証です。おめでとうでいいのかな。ありがとうございました。よいしょ、はい、いきたいと思います。続いて、よいしょ、はい、続いてはまさくおさん、ありがとうございます。なんと、10個もありがとうございます。じゃんじゃんぐるぐる回していきたいと思います。いきまーす。1回目、よっ、はい、2回目、よっ、え、はい、3回目、そう、一気に見せますね。よいしょ、わ、4回目、え、あれ、5回目、よっ、ちょっと待って、いくよ、次6回目、よっ、7回目、
8回目9回目ほう10回目でいっうわっ押したうおやっぱね、10回分あるからね、すごいカラーバリエーションですよ。ですね、まず、白が、3つ、じゃじゃん。そして、赤が、つかめない。5個ちょっと見づらいけど。5。そして、なんと金が2つ !2 個金賞2ですすごーいめちゃくちゃすごい確率すぎません？ですね、ちょっとサインを書いていたいと思いますので、ゆっくりとリクエストを考えててください。待ってくださいね。ジャケットが5でしょ？めっちゃすごくないですか？でもね、ボール中に入れてから結構ガチャガチャしといたんですよ。これでも。ちょっと、なのにすごいな。ぜひね、リクエストを考えていただきたいと思うんですけれども。なんだろう。いい選曲を。いい選曲？とね、書いてますので、皆さんコメント欄で楽しんでいてくださいね。それにしても、金賞2個ってすごいな。ちょっと待っててね。コメントはちょっと待ってくださいね。いいタイミングで書いていただけたら、ちょっと書きつつ、見つつなので、少々お待ちくださいね。よいしょ。すごい。でもなんか全部白とか全部赤とかならなくてよかった。よし。すごいな。それにしても。ありがとうございます。よいしょ。少々お待ちを。歌うとなるとめっちゃ緊張するな。なんかあれですね、久々にこういう場じゃないですか。めちゃくちゃドキドキする。なんか最近の曲とかね、でもいいし、モーメントだしね。はい、とまず、あれキャップがない、あった。ひとまずですね、ジャケットのサインが書き終わりました。あすごい声出ちゃった。まずこちらの2枚と2枚、ラスト、全部で5枚ですね。ちょっと5枚変えた感、ちょっと待ってね。3、4、5、5枚乾かしときます。たくさんだから。ちょっと待ってね。さらにですよ。ちょっと待って、ね、いいよ。さらに会員証が3なので3書いていきます。
なんかあれでしたね、音楽流しながらやったらよかったかな。ちょっとお待ちください。はい。オッケー、作王さん会員証を書き終えました。まず2枚と「キュッキュッ」って音が、音楽が奏でられています。キュッキュッだとねちょっとね。はい、会員証3つです。ありがとうございます。楽しんでもらえてるようで本当大丈夫。なんかあれですよね、いつも例えばイベントとかでお会いしたりするときってやっぱり対、ね、直接お会いしてお話しするのでリアクションとかねその場ですごいガッて届くじゃないですか。だから大丈夫かなってちょっとドキドキしちゃいますよね。はい、ということで、あとですね金賞の2つなんですけれども、どうしますか、これもうちょっとあのゆったり考えて最後に歌うか今歌うかお、リクエスト来た。元気になれと ELT の 恋文。なるほど。じゃあまず元気になれからお届けしたいと思います。まさくおさんへ元気になれ、います。元気になれ、その笑顔が君の魅力、世界中眩しくさせる笑顔、元気を出せ、そう君は一人じゃないよ、温かい優しさたちが見守ってる、引き戻れないのにいつまでもくよくよしてるのはどうして、自分で決めたわ、そう自分で決めた、今さら泣きこと言わない、元気になれ、その笑顔が君の魅力、世界中眩しくさせる笑顔、元気を出せ、そう君は一人じゃないよ、温かい優しさたちが見守ってる。ありがとうございました。いや、アカペラドキドキはぁ、あ、ドキドキした恋文行きたいと思います。ちょっとドキドキするのですみません。ちょっと待ってね、歌詞間違えたら緊張しちゃうから、ちょっと 見させてください。よし、それではまさくおさんへエブリリトルシングさんの恋文お届けします。うん、うん。
君と二人過ごした日々、青い空の下、何を思い、一つ二つと目をつむって、指折り数えた愛しき日々、いろんな君の仕草に恋をした、さざめきよう風の中、愛を知った僕が見つめる先に君の姿があってほしい、瞬一瞬の美しさを、いくつ年をとってもまた同じだけ笑えるよ、君と僕とまた笑い合えるように。ありがとうございました。いやーめちゃくちゃドキドキだな。おさこうさん、2曲届けましたでしょうか。選曲いただきありがとうございました。そしてね、たくさんゲットしていただきありがとうございました。またライブやイベントで会いましょうね。さあ、こんな感じでございますが、皆さん楽しんで、もうすごい、知らない間にコメントがたくさんだ、ふふ。よいしょ、コメント見つつ、おさこうさんの次、あ、そうだ、待って、そうです、金賞の分も歌だけじゃなくて会員証と CD ジャケットがあったんだ、失礼いたしました。これは大事大事。金賞の分だから2個ですね。ジャケットと会員証、あとプラス2でした。大変失礼いたしました。拭きます。歌のプレゼントに必死になってた。すいません。まずは、よいしょ、はい、ジャケットありがとうございます。ジャケット2つ追加ですね。金賞分の2枚です。すっと、大事大事、これは絶対忘れちゃいけないぜ。すいません、私テキパキ行きたい、まだねたくさんいるんでごめんなさい。よいしょ、パニックになってる。よいしょ、そして会員証が金賞の分2枚、失礼いたしました。これで全部ですね。はい、ありがとうございます。大事大事、めちゃくちゃ大事だよ。ほんとすいません。よいしょよいしょ、乾かします。これは乾いたかな。よいしょ、よっ、届いた。そしてさっきのジャケットね、2枚と、よし、ありがとうございました。さあ続いていきたいと思います。続いてニックネーム、あ、ちょっと待って、さっきのところがですね、問題が解決いたしました。ちょっとお待ちください。
よし。先ほどちょっとドタバタとしてしまったんですけれども、続いてのニックネームはですね、ひでちゃん、ありがとうございます。それでは行きたいと思います。回しまーす。おーすごい、いきなり禁止、なんでさい、ごめんなさい。あ、そうだ、さっきいっぱい鳴らさなかった。すごいな、これはすごくないですか。ひでちゃん見てますか、見てるかな。めちゃくちゃすごいこれ。まず忘れないように会員証とジャケットですね、サイン書いていきたいと思います。これすごくないですか、一発で金賞当てるってすごいな。コメントをぜひもしいらっしゃったら書いてくださいね。ちょっと今サインを書いていますので、見てるかな。これ一番嬉しいパターンかな。全部ついてくるから。よし。ひでちゃんさんがいらっしゃるのをお待ちしております。結構ね、あれですよね。ちょっと、思いのほか、ゆっくりと進めてしまっているので、長い時間見て待ってくださってる方もいらっしゃるかもしれない、ごめんなさいね。よし、ひでちゃんいないかな。まず書きました、ジャケットと会員証になります。イエイ。ちょっとね、あ、そうだ、忘れちゃいそうだから、ひでちゃんがいる、ちょっといなそうな気が。京介、あ、そう、京介さん、来ましたか？どちらもいらっしゃらない。じゃあ、ちょっと、いろいろね、まだ書く方がいらっしゃいますので、一瞬保留させていただきたいと思います。いつでもお戻りいただいたらですね、コメントお待ちしておりますので、コメントで皆さん、ひでちゃん、京介さん、金賞当たったから、ちょっとリクエスト一曲してねって、ちょっとコメントで呼びかけ合っていただけたら嬉しいです。続いていきたいと思います。はい。続いてはですね、ニックネーム、リャクマンさん。ありがとうございます。それでは早速いきたいと思います。よっ。はい。ありがとうございます。シロー。会員証をプレゼントいたします。よし、はい、リャクマンさん書きました、ありがとうございます。はい、続いていきます。次、ニックネームなっちゃんさん、ありがとうございます。早速いきたいと思います。よっ、白です。会員証プレゼントいたします。ありがとうございます。書きました、なっちゃん、ありがとうございます。よいしょ。はい、続いていきたいと思います。続いては、続いてニックネームさとちんさん、ありがとうございます。
それでは早速いきたいと思います。よっ、出ました、白、ありがとうございます。会員証プレゼントです。よし、お待たせいたしました。はい、来ました、お届けします。続いてはニックネーム川淵さん、ありがとうございます。では行きたいと思います。え、赤ジャケットサインです。よいしょ、川淵さんありがとうございます。イエイ。はい、続いてのニックネーム、はい、ひろみっちーさん、ありがとうございます。ひろみっちーさん3枚ですね。はい、では3回いきたいと思います。えい、2回目、3回目、白3つです。会員証大切だから、なんか保存用、持ち運び用、なんだろうにしてください。はい、では書きます。2枚、みんな何用って書いてる。持ち運び用、緊急事態用、緊急事態用、いいね。なんかの時にこれを出せばみたいな。よいしょ。あー、ご飯と一緒に取るといいらしいよ。皆さんいいですね、いろんな使いよう、使い方面白い。はい、ひろみっちーさん3枚会員証です。1、2、3枚プレゼント、よいしょ、いや、よいしょ、よいしょ、よいしょ。続いていきたいと思います。続いては、あ、やば、落としちゃった。はい、続いてはですね、ニックネームリエさん、ありがとうございます。リエさんは3枚、3回いきたいと思います。せーの、
え？まっは赤2白1です。なのでジャケット2枚と会員証です。書きます。黙々と書いている姿だけをお届けするという非常にシュールな感じでございますね。皆さんはご飯食べましたか？土曜日だからゆっくりされてる方もいらっしゃいますかね。ご飯食べてる人と食べてない人がいるそりゃそうだ、どっちかだもんね。よし。で、お、たくさん食べた方もいらっしゃったり、お腹パンパン。サイン会終わってから牛鍋弁当食べます。がっつり焼き鳥食べたい。私先週焼き鳥2回くらい食べました焼き鳥美味しいですよね。はい、こちらジャケット2枚と会員証1枚です。ありがとうございました。よいしょ。じゃんじゃん行きたいと思います。すいませんね、1時間超えちゃったね。続いてニックネームマッピーさん、ありがとうございます。へいへい、だって。マッピーさん1回いきます。よっ、出た。すごい勢いで回した。よいしょ、はい、シロでーす。ありがとうございます。会員証をプレゼントいたします。唐揚げも食べたいな。喋ってたらお腹空いてきちゃったね。完成。はい、マッピーさん書きました。ありがとうございます。次、はい、続いてニックネームコケコなニワトリさん、ありがとうございます。では行きたいと思います。で、当てた赤ジャケットサインになります。よいしょ。こちらです。お届けします。ありがとうございます。よし、はい。続いてニックネームともさん、ありがとうございます。3個ということで行ってみたいと思います。
1回、2回、3回。赤2個と白1個です。なので、ジャケットに、簡易書1です。書きまーす。よっしゃよいしょ。最近ですね、お家にいる時間も皆さん多くなっていると思うんですけど、私もすごく自分でご飯を作ったりする機会も増えて、割とレパートリーも増えてきました。なんかすごい食べることばっかり考えちゃって、ずっと食べてた気がしますね。もともと食べてるけど、よし、できた。はい、こちらジャケット2枚と簡易書1枚です。ありがとうございました。さっさっさーさーさっさっさーさっ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 さー。はい、次。へい、へいだって。時折へいって言っちゃう。はい、行きまーす。続いてのニックネーム、今泉さん。ありがとうございます。では、行きまーす。おいしょ。勢いがすごい。はい。白ー。ありがとうございます。なので、会員証プレゼンツいたしまーす。よし、できたー。はい、書きましたよ。ありがとうございます。さあ、続いてのニックネーム、ヒーローヒーローさん。ありがとうございます。2回いきます。よっ、早かった。うわ、赤が2です。なので、ジャケット2枚サインでございまーす。赤だよ、赤。はーい。書きます。キュッキュ音が鳴り響く。よし、書きました。ありがとうございます。お届けします。よいしょ、よし、いいペース。
いいペースかな。はい、続いていきます。おっとっとっと、はい、続いてですね、ニックネームアスカドンパパ、アスカドン P さんです。1回いきまーす。すごい怒涛の赤。あった、赤です。村にですね、当たりますようにというコメントも書いてくださってました。これで大丈夫かな。はい、こちらです。ジャケットプレゼントいたします。はい、次いきます。続いてですね、はい、ニックネームとしはるさん、ありがとうございます。5個です。ありがとうございます。それでは行きたいと思います。1、2、3、4、5、わー、すごーい。ちょっとね、4回目まで実はですね白ボールが続きまして、4つ白なんです。で、すごいドキドキしてたんですね、5個も。そして5個目がなんと金ボールでーす。すごーい、おめでとう。うお、よかった。なんかこれ、せっかく5枚も買っていただいたのに全部白だったらどうしようかと思った。よかった。ということでですね、としはるさん、見ていらっしゃいますでしょうか。ぜひコメント欄にですね、リクエストを書いていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。その前に書いていきたいと思います。ちょっとね、さっきも忘れないようにですね、会員証が、白賞の4枚で、金賞でもう一個会員証がついてきて、さらに、ジャケットが一個。かな？金賞だからね。よし。なので、ジャケット1枚と会員証が全部で5個ついてまいります。いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄にリクエスト曲をお願いします。その間にサインを書かせていただきますね。かけた、黒ペン、よし、このね、会員証をずっとね、作りたくて、さっきも言ったな会員証特典とかね、あったら面白いけど。どうだろう、リクエスト来るかな。ちなみにすごい、冒頭でですね、お二人ほど金賞が当たっておりまして、ひでちゃん、京介さん、あ、ひでちゃんいたかも、今いた。おしゃれマイドリーム書いてた。 ありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね。よかったら来てくれて。ちょっと今サイン書き中なので
他にあといらっしゃるかな。よし、ラス1。来ました。まずはジャケットと会員証が白賞で当たった4枚、持ち方やば4枚と、金賞の1枚で全部で5枚ですね。はい、そして俊春さんいらっしゃいますか。いらっしゃらない。ちょっとじゃあ保留させていただきましょうかね。お待ちしております。はい。よいしょ。さあ、このメンバーじゃない、サインを書いている間にですね、すごい最初の方で金賞を見事にゲットしたひでちゃんに歌をプレゼントしたいと思います。はい、先ほどねこちらのジャケットにもサインさせていただきましたし、あと会員証にも、サインをしたので、そちらもぜひお届けしたいと思いますが、マイドリームをリクエストをいただいたということでありがとうございますかな。では今も見てる？大丈夫かな。見てないところでお届けするの。見てると信じます。ではひでちゃんに向けてお届けします。おしゃれマイドリーム。晴れの日は洋服が何でも似合いそうって、わおしゃれ自慢したくなるわ。無限大ミラクルチェンジ。雨の日は髪型がなんだか決まらないけど、そんな日こそ目立つチャンス楽しむわ。時は戻らない、後悔なんてしない。自分のためにおしゃれして明日へ行こう。歌うからね、 My dream My dream、 みんなに届け夢は、大きく派手がいい。どんな時もね、スマイル、スマイル。君に習ったみんなにモテちゃう、すごくおしゃれな魔法。フォーひでちゃん、ありがとう。よかった。コメントくれてありがとうございました。よし、やったぜ。続きだってよかった。引き続きだって噛み始めてる。俊春さん、京介さんからのリクエストは募集しておりますので、コメント欄にぜひ書いてくださいね。待ってます。続いてニックネームトモザエルさん、ありがとうございます。いきまーす。よ、せーの、出た、赤でーす。なのでジャケットにサインをさせていただきます。よし、
ケーイ。けた。はい。トモザイルさん、ありがとうございます。ジャケットにサインさせていただきました。はい。さっさばーって、続いていきましょう。はい、続いて。ニックネーム、ニカラグアハイキックさん、ありがとうございます。二つですね。二個いきたいと思います。よっ。よいしょ。一回目、二回目。はい、おー、いい感じで出た。白と赤です。ということで、ジャケットサインと会員証になります。よかった。はい。じゃあ書きますね。次、サイン書。も。次、できた。よし。ジャケットと会員証です。書きました。ありがとうございます。よいしょ。さあ、いよいよ。いよいよの？いよいよ。あ、大丈夫かな。よし。いよいよのいよいよラスト！お待たせしました。ニックネーム、リュウジさん。お待たせいたしました。ずいぶん長いことを見ていただいて待っててくださったかな。じゃあ2回ありがとうございます。いきます。よいしょ。バーン。出て全然出る。ちょっと待ってください。ゆっくり。よいしょ。出た。2回目。よいしょ。おお。記念すべきラスト、リュウジさんは赤2つです。なのでジャケットにサインさせていただきまーす。赤率が高かった気がいたしました。あー、待っててくださった、ありがとうございました。はい、じゃあ書きますね。いや、すごいたくさんの方に応募していただいて嬉しいです。そしてリクエストを募集しているお二人はいらっしゃったでしょうか。いらっしゃらないかな。間、今もう1時間半やってますけれども、ずっと1時間半待っててくださったかも。すいませんね、お待たせしました。はい、書きました。ラストのリュウジさん、ジャケット2枚です。お待たせいたしました。そしてジャケットをお送りします。ジャケットじゃない、 CD をお送りします。サイン入れたやつ。ジャケットこれだけもらってもね、すいません。はい、ということでですね、こちらで全員のサインが、特典会が終了いたしました。皆様ありがとうございます。はい、ということでですね、全部書き終わったんですが、
としはるさん、きょうすけさん、いらっしゃいますでしょうか。いる？お、たたた。来たかな？いるかな？もし、来なそう。来ないかな？いたら、おっしゃってほしいですが、ちょっとね、だいぶ長い時間やらせていただいておりますので、今、コメントを書いてくださったり、視聴してくださっている皆様から、リクエストを募集しましょう。そして歌います。では、2曲、ね、としはるさんの分と、きょうすけさんの分をですね、2曲分皆様に、リクエストを募ってお届けしたいと思います。では、リクエスト、どうぞ！金賞の意味、ないじゃないかっていうね。ちょっとラグがあるので待ってまーす。すごいすごい、おいおいおい。めっちゃ来た、めっちゃ来た。ちょっと待って、また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 。一番最初に入った人にしよう。めちゃモテたい。めちゃモテたいね。懐かしみ。ちょっと待って、めちゃモテたい。歌おうか、じゃあ。めちゃモテたい。ちょっと待ってくださいね。あと、ちょっとね、今日は、実はで忘れちゃいけない、モーネントのですね、インターネットサイン会ということなので、もしよかったら、もしよかったらなんですけれども、モーネントの中から歌いたい、なーなんて思ったりしてます。でも、今、似てる感じ。めちゃモテ委員長がめちゃくちゃ多い。今言っちゃったから。お、希望の、わ、待って待って。わ、めちゃ増えちゃった。めちゃモテたいって言ってたから、めちゃモテたいをちょっと歌います。久々に歌う。いきまーす。初めてに、イェイイェイ、モテたい気分。ウォーウォー、始まれ、憧れの告白タイム。日本道、モテちゃう気分。愛情を独り占め、めちゃくちゃモテたい。ありがとう。イェイイェイ、ウォーウォー。さて、その後のですね、その後のコメントは、希望の種が多いかな。なのでですね、最後、一曲は、こちらのモーメントに収録されている、4曲目に収録されています。ちらっ。希望の種を歌いたいと思います。それではお届けします。まるで息を吐くみたいに放たれてく希望の種はまばゆい光に照らされて通り過ぎてゆく日々に足跡を残してゆく繋いだ思いは空に明日を映した。あなたに届けたいこの歌を眠れない夜も寄り添っているよ。
流れ星に乗せて、ありがとうございました、希望の種を歌わせていただきました。ありがとうございます。コメントちょっと見よう。はい、ということで、俊春さんと京介さんの金賞の分は皆様からのリクエストで、お届けさせていただきました、ということで第1回EP モーメントインターネット福引きサイン会をこちらで終了させていただきたいと思うんですが、最後に、冒頭でもですねお知らせしたんですけれども、もう一回お知らせさせてください。こちらの EP モーメントインターネット福引きサイン会がですね、なんと第2回目が決定いたしました。日にちが6月14日日曜日の18時からまたショールームで行いたいと思います。ですね、皆さんがご覧いただいている画面の左上にですね EP モーメントショールームサイン会という、ところがあると思うんですが、皆さんわかりますかね。バーナーがあります。見えます？そのですねバーナーのところをクリックしていただけると、あの CD 特典会に参加できる、もろもろのサイトに飛びますので、ぜひぜひ今日応募に間に合わなくて参加できなかった方もですね、そちらの左上のバーナーから飛んでいただけると第2回目の方の参加できますので、そして今度のですね6月14日の第2回目の放送の時はですね、このように配信している時途中の、まあ、リアルタイムでですね、配信の、まあ、半分ぐらいまでですかね、まで、この CD のご注文を受け付けておりますので、ぜひぜひ、どしどし、参加していただければと思います。ちなみに、特典内容が変わるんです。はい。特典内容を見せよう。ちょっとチラリと見せますね。金賞はですね、オガメンバーの会員賞&スクエアチェキにサイン。そして、歌のプレゼントもついてきます。このスクエアチェキっていうのがですね、配信中に、今この状況で、この場で写真を撮ったもののチェキになります。こちらがスクエアチェキ。で、赤賞はですね、ランダムチェキにサインをします。このランダムチェキというものとスクエアチェキというのは別物なのでご注意ください。そして白賞はオガメンバー会員賞でーす。こちら、ディディン。ちょっとね、リアルタイムであのチェキを取って、取り立てのものにサインをしてという感じでプレゼントしようかなと思っておりますので、また新しい景品も楽しみに、していてくださいませ。詳しくは後ほどブログにも更新します。皆さんぜひぜひ、また2回目も参加していただきたいと思います。間に合わなかった方もぜひ2回目はお待ちしております。ということで、長々とお届けしておりました、8時からですね9時40分になっちゃった、約1時間半とちょっとお届けしてまいりました。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。初めてのインターネットサイン会ということで、ちょっとね書いてる時間、あのペンのキュッキュッっていう音だけでお届けしたり、してしまったので、何か音楽流せばよかったななんて思いながら、第2回目もですね楽しく皆さんと、時間を共有できればなと思っておりますので、また6月14日にお会いできればと思います。ぜひ参加してみてください。ちなみにこの、2回目のサイン会の、応募CD ご購入はですね、実は今日5月30日からスタートになっておりますので、今日気になった方もすぐにチェックできますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ご覧いただきありがとうございました。コメントもねたくさん書いてくださって、ちょっと拾いきれなくてごめんなさいね。ではでは。
またゆっくりとお話しできればと思います。ではよいしょ。最後はちょっと前目で引き気味だったので、また会いましょう。みんなバイバイ。